エールズ相手陣15ヤードからセカンドダウン6、攻撃権更新には6ヤード、タッチダウンには15ヤードの前進が必要です。クォーターバック19番スクランブル、相手タックルを縫うように走り抜け、ファーストダウン獲得です。